間が続きましたけど、サイドバックと連携して、まあ、ゼロで抑えられたことは本当に良かったと思います。その中で、まあ、少ないですけどチャンスはあったので、そこをしっかり決めきれるようにこれからしていきたいです。まあ、自分は広島戦とこの間のマリノス戦しか出てないですけど、まあ、徐々に固い試合っていうか、まあ、自分たちでしっかり守って、その残り少ないチャンスを決めきるところまで来ているので、まあ、そこは徹底しつつ、やっぱ最後はゴール点を決めないと勝てないので、まあ、そこでしっかり勝てるチームにしたいです。去年移籍して、まあ、そこでも全然出れなくて、まあ、帰ってきて苦しい今まででしたけど、まあ、でも徐々に練習試合とか、まあ、あの広島戦のルヴァンカップだったりとかで徐々に、まあ、アピールとか練習からもいいアピールができてきているので、まあ、苦しい今まででしたけど、まあ、ここからが本当の勝負だと思うので、まあ、次のルヴァンカップに向けていい準備をしたいです。そうですね、やっぱり、まあ、ずっとサイドバックをやっていたので、後ろから、まあ、こういう動きをしてほしいとか、まあ、後ろから見ることがあんまりなかったので、そういう、まあ、なんだ全体図が、まあ、サイドハーフのに入った時でも見えるようになったのは本当に大きいかなって思います。まあ、ここが能力高いですし、やっぱそういう選手たちが多いので、その中でもしっかりゼロで抑えて、まあ、次こそはチャンスをしっかり決め切って、まあ、しっかり勝ってグループ突破したいと思います。いいところまでは行ってるんですけど、本当に最後のラストパスのこっちの足につけるとか、ファーストタッチだったり、そういう細かいところに神経使って、そこが決まればシュートも狙ったところに蹴れるので、そういう細かいところを徹底して集中して試合に臨みたいです。そうですね、まあ、申し訳ない気持ちがいっぱいですけど、まあ、次ルヴァンホームなので、そこからホームで勝てればリーグ戦にもいい流れが来ると思うので、そこのルヴァン戦を集中して、まあ、絶対勝てるようにいい準備をしたいです。コロナの中で大変ですけど、まあ、自分たち次の試合に向けていい準備をして、まあ、ホームなので皆さんと勝ちを分かち合えるように頑張りたいです。応援よろしくお願いします。